スは肩の動きを良くします。ポイントは小さく動かすことです。それでは実際行ってみましょう。コアコンスタート。ハーフカットの上に寝ていただき、腕の下にソフトポールを引きます。腕は自然な状態で置いていきましょう。腕を小さく動かしていきます。腕の振動で肩の筋肉がどんどん緩んでいくのを感じましょう。ゆっくりと動きを止めていきます。反対側も同様に行います。